カチューシャは、レフトルストイの小説、復活を原作とし、日活向島撮影所が1914年制作、日活が配給、公開した、日本のサイレント映画、及び1915年に制作、公開されたその続編、後のカチューシャ、カチューシャ続々編、1919年に制作、公開されたリメイク、復活である。映画のヒントになった、 松井スマコ。島村放月、松井スマコによる進撃の劇団芸術座の第三回公演として、レフトルストへの小説、復活を題材に取り上げ、1914年3月に上演され、大変なヒットとなった。松井による劇中歌、歌中者の歌も大変なヒットとなり、日本キネトフォンが同年8月1日、蓄音機連動式の陶器作品、 カチューシャの歌を制作、公開し、これも好評を得た。日活向島撮影所は、これらを背景に、同年、カチューシャを制作した。同撮影所の脚本家、増本清が、島村宝月による演劇を参考にして脚色、細山清松が監督した。同撮影所は、現代劇の撮影所であるが、日活新派と呼ばれ、 進撃ではなく進派であり、女性の役所はすべて、小山が演じていた。したがって、カチューシャの役は、小山の立花次郎が演じた。進撃出身、小説家の佐藤幸六が指導した、吉沢商店出身の松本は、同じく、吉沢出身の小口正と共に、当時の同撮影所の体制に不満を抱いており、 進劇でのヒット作の映画への導入で起爆を図り、冒頭にカチューシャの歌の歌詞を字幕で入れたり、ヨーロッパ演劇の要素を背景や装置に導入した。試みは当時の映画ファンにも好意的に受け入れられた。一方で、島村宝月自身は本作を長野県の映画館で鑑賞し、後に1916年、雑誌。 活動の世界大賞5年5月号に、親まではごまかしが効かぬと辛辣な表を寄せた。本作は、同撮影書解書以来の大ヒットとなり、続く、翌1915年、同じスタッフキャストにより続編、続々編が制作された。全3作で、日活は、当時の金額で16万円以上の利益を上げた。 1917年に日活向島に入社した田中英座がカチューシャのヒットをハンとして1918年増本清の脚本を得て同じトルストイ原作のイけるカバネを映画化し成功を収めた同作は日活向島の革新映画の第一作とされこの頃からようやく映画の冒頭に監督や脚本家 撮影技師の名がクレジットされるようになった。田中は、続く1919 19年には、カチューシャをリメイクして、復活を監督した。このリメイクに関する資料は乏しく、日本映画データベースの少ない記述の他は、味噌の強兵の著書、活弁時代に、当時のポスターが見られるのみである。カチューシャに始まる政編。 二つの続編、リメイク、いずれも東京国立近代美術館、フィルムセンターは所蔵していない。カチューシャは、レフトルストイの小説、復活を原作とし、日活向島撮影所が1914年制作、日活が配給、公開した、日本のサイレント映画である。カチューシャと表記されることもある。後のカチューシャは、レフトルストイの小説、 復活を原作とした、前作、カチューシャの続編として、日活向島撮影所が1915年制作、日活が配給、公開した、日本のサイレント映画である。カチューシャ続々編は、レフトルストへの小説、復活を原作とした、前々作、カチューシャ、前作、 あとのカチューシャの続編として、日活向島撮影所が1915年制作、日活が配給、公開した、日本のサイレント映画である。復活は19、1919年制作、公開、田中英座監督による日本のサイレント映画である。カチューシャのリメイクであり、カチューシャというタイトルでのポスターも存在し、また、復活と表記されることもある。 当時の京都、新京極の富士館に掲載されたポスターには、日活東京派刷新大撮影、あらゆる一切の準備時代から確然として一歩を進めた、日活第一回の芸術的作品、とあり、日活向島撮影所が新たな体制で取り組んだことが示されている。第一作以来カチューシャを演じた、立花次郎が、 前年の1918年11月11日に溶接し、同じく、ネフリュードフを演じた、関根トール発が1916年に退社し、本作の撮影当時は、松竹蒲田撮影所に移籍していたため、キャストは刷新された。カチューシャには、小山の東武まネフリュードフには、山本義和がキャスティングされた。当時のポスター表記の順。 ありがとうございます。